お侍様、お譲りいただけるものはございますか。役に立ちますよ。では。目的を達せられますよ。何かご入り用でしょうか。どうかご分を。酒井様、菅笠衆に裏切り。ご遠慮なくご覧ください。猛虎は湯を恐れているのか。荒らされているところはないようですね。硫黄の匂いを嫌うのか、浸かると病になると思っておるのか。恐れたままでいてほしいものです。対馬の湯には力が湧き上がる不思議な効用がありますのでね。俺も探してみよう。鎧はお体に合ってます。あなたをお守りするためなら腕を振るいましょう。陰ながらご分をお祈りしています。家族が来たね。弓の修繕をいたしましょうか。長尾忠頼様も羨む弓です。また頼むぞ。またいつでもお越しください。必ず。お前アザから来たのか。日中は隠れている。多くの民が暮らしていた村、あの時はよく抜け出せたと思う。まあ泳げたいな。
金田の木を奪い返すなんてそこらの侍じゃできっこない芸当だ。でも実際に奪い返した。証拠はあるの？俺の友人が見た。酒井様がお一人で金田の木を取り戻したところを見たって言ってたか。よく覚えてないけど。ゲガサシュ、あいつらは見た目通りの人殺しですよ。追いかけ回してお話をすべて聞かせてもらったことがある。どの話が良かった？忘れがたいのは3つだね。そのうちの一つは最強の武士にしか扱えない伝説の技。おとぎ話だろ？違うよ、あれはおとぎ話じゃなくて言い伝え。どのお話も対馬の歴史に基づいてるんだから。じゃあ猛虎に聞かれないことを祈るよ。侍には聞いてね、え稽古台を使ってる人を見たことある？私の弟、太刀を握ったことがないくせに。なかなか。噂によると、浜にあるムクロを片付けてる人がいるらしい。危なくないのかね。そりゃ危ないさ。でも対馬のお侍様を野ざらしにしておくわけにもいかないだろう。命を捨ててまで対馬や私たちを。
戦争の話聞いたことあるか。あの盲目の奉仕いつも新しいお話を聞かせてくださる。最後に聞いた話は夢にまで出てきたよ。まるで子供だな。昔に前のように暮らしていいものなのかね。せっかく故郷に戻ったのに。もうここは故郷じゃない。何言ってんのさ。子供の頃よく二人でかくれんぼをしたの覚えてる？ええ。やりかわ様でさえ兼太の木を奪えなかったのに。もう
うどこにも逃げられません。全ての道が猛虎の手の内です。道で捕まったのか。はい、奴ら道沿いに野営を敷いて待ち伏せてます。奴らを退けるまでどこかに隠れておれ。내게 못했어. 제이오 합사. 고마레 나기 효부다가 아이디가 몽고 나라고 아끼려면 된 나로와 쥬엔 검 나선 거 된 쥬엔 아! 박수 나타! 아! 시작.
影にありて息吹交わる秋の風、今こそ後の水上ならん。
いざ勝負。待たせてしまったな。酒井様、死んでしまったかと。いや、だが大勢が死んだ。さあ逃げろ、行け。あの猛虎がお父上の砦に野営を敷いております。槍川の乱で焼けたはずだ。壁は脆く、守りには適せん。勝負しろ。
どぶ、さあ。今のは見てきてやる。どうせただの空耳だろ。さあかかってこい。当たれ。よし。さあいつでも来い。ああ、うちの道具を見ていってください。お目が効きますね。恐れながら数が足りませんね。ここで良い知らせをお待ちしてますね。